寝かせたら美味しくなるのは本当？バとジとハをまろやかになったというか、これ食べやすい。面白いですね。違うもんだね。ジャマステ西調布一のカレー野郎ルヨン西です。こんにちは。こんにちは。今月のカレーのコーナーはですね、カレーって一晩寝かせたら美味しくなるのは本当？ということについてお送りしたいと思います。よく聞きます。いや聞くよね。もうカレーといえば、一晩寝かすか、リンゴと蜂蜜か。そうだね。なんですけれども、僕はね前からちょっと言ってたんだけど、最近の市販のカレールーはもうすでに一晩寝かせた的な成分が入ってるんじゃないかっていうふうになんとなく予想してた、だから俺の予想としては出来たての方が美味しいんじゃないかって。なるほどね。ただね、あの前さ欧風カレー作ったじゃん。はい、欧風カレー作った時、あれはもう一晩寝かすことでこの本当の力が出たよね。なるほどなるほど。そう、ああいうのは一晩寝かせた方がいいんだけど、市販のカレールー使う場合は出来たての方が美味しいんじゃねえかってちょっと思ってる。大西予想ですね。なるほど。でも紫さんどうですか。僕はね、ルーは別にいいけど、はいはいはい、野菜は美味しくなるんじゃないかみたいな。ああなるほどなるほど、はい、なんで総合力で馴染んで、あの全部混ぜ一体になって美味しいねみたいなことになるんじゃないかなと。わりと専門家っぽい回答しますね。わかりました。じゃあそれじゃあ実験していきましょう。ここからスケッチ。本日はですね3タイプ用意してあります。なるほど、はい、バとジとハイですね。なるほど、はい、私はね用意周到な人間なので、すでにですねバとジとハをもうすでに作ってございます。ありがとうございます、はい、材料もあのちゃんとこう同じ量でね計量して分けてあります。お肉がお肉はねそれぞれでね。そうそう、バはね豚肉、ジはね鶏肉、ハはね牛肉にしていました。なるほど。もしかしたら肉の味のね違いも、あ鶏肉はフレッシュな方がいいねとかあるかもしれないから、それも一応用意していました。これは徹底検証ですね。はい、徹底検証でございます、はい、料理研究家っていうのはねこういうのを仕事にしてますから。それじゃあねこれをね3つじゃあ同時に作っていきましょう。じゃあねお鍋はねフッ素加工のお鍋、さすがにね同じの3つはなかったから似たような。じゃあこれちなみに今回は、3種類でどれが美味しいかみたいな話ができるわけだ。そうですね、あのサブ的にね。おーすごいね。僕はね、バーモント割と好きだなと思うんですけどね。はい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 。あ鶏肉切ってよかった。スープカレーみたいになる。いやそれはそれでうまいんだが、こういう時にもね、はいはいはい、心まないとはね、心まないとはねこうやって、はいはい、助け出すことができますから。これ3つ一緒に作れるの。ああ、うん、まあちょっと大変だけど、あのコア i3 入ってれば大丈夫か。なるほど、お店は今コア i3 コア i3 ぐらいは入ってるから。やっぱりね特徴としてはハイグレードカレールーは、まあ、シンプル群だよね、はい、玉ねぎと牛肉だけでいきます。ジャワカレーは肉がちょっと多めで玉ねぎが少ないんだよね。バーモントカレーは玉ねぎを中心に野菜の量がちょっと多いっていう感じだったね。結構まあいい感じに手が入ってますね。ここでですねそれぞれあのお水をね測ってあるんで、適正な量を。やっぱりね、料理を手際よくっていうか楽に作るには、まあ、準備だね、まあ、水もね、今測ったら。そう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 、全部測ってちゃんと置いておくっていうのが一番大事ですよね。水測ろうとしたらビャッてなってさ、そう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 、水任してその間に卵に焦げるかもしれない。そう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 、そうなんですよ。準備8割、仕事は全部そう。なるほど。煮込みが終わったんで、ルーをバチハバチハバチハはい、それぞれできましたね。これがバーモントカレー辛口、これがジャワカレー甘口、帝王21ハイグレードカレールー。じゃあね、こっちもあのレンジでしっかり温めましたから食べ比べてみましょう。今日の検証はこちら、一晩寝かせたカレーと作りたてのカレー、どちらが美味しいのか。じゃあそれじゃあ行ってみましょう。はい、はい、まあどっちからでもいいよ。バーモントの作りたてカレーから、はい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 、いただきます。いただきます。あ、おいしい。いいな。すごい美味しい。本当にこのラドリー作ったカレー美味しいな。カレーはすごい美味しいね。うん、いや、 やっぱね、うちね、豚肉だったんだ。うちのカレーの味になりました。いや、美味しいわ。ちょうどいいね、これだよな。いいな、これは。あとあの、辛口ですもんね。あ、そう、バーモント辛口。バーモント辛口、甘いよね、やっぱ甘いよ。全然辛口のカレーっていう感じではない。ほんで、こちらが一晩寝かせたバーモントカレーですね。色とかはほとんど変わらない？若干濃い？いや変わんないね、でもね。変わんないかな、分かんないね。分かんない、まあ、肉はね、やっぱちょっと硬くなってるし、ちょっと味も落ちてるかな。確かに人参はレトルトカレーのみたいな柔らかさになってるね、すごい柔らかくなってる。味ちょっと
まろやかになったというか薄くなったというか、薄くなったような気がするね、うん、まろやかではないですよね、これなんか薄いですよね、なんか特徴がなくなったような、そうですね、そう、なんか ぼやけたっていうか、うん、あ、そう、ぼやけたに近い、うん、薄いよなんかね、あ、全然違うと思う、これはでも、さっきあんなに美味しかったのにって感じするいや、そうだねこれは正直、出来たての方が美味しいね、うん、やっぱりね、具材の味がルーに出て起伏のない味になってるのかもしれないね、こっちの方が絶対に美味しい、うん、美味しいね、みんな言うタイプの違いだと思うな、こっちはちょっとなんかお水多かったのかもねって言われちゃうかもしれない、なんでだろうね、うん、なんだろうね、うん、いやでもバーモントだけかもしれないから、そうだね、うん、これね、うん、大事だね、うん、ジャワカレー行ってみましょう、全然ちゃうかもしれない、はい、ジャワ出来たて、ジャワはね、チキンカレーですから、なるほどなるほど、はいはいはい、あー、チキンカレー美味しいな、うん、ジャワの方がさっぱりきてるね、とにかく美味しい、美味しい、あー、そう、全然違うね、スパイスの味するもんね、いや、そう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 、辛さはやっぱり同じぐらいっちゃ同じぐらいだけど、ジャワカレーの方がなんかすっきりしてるよね、味がね、じゃあ、一晩寝かせたジャワ、ジャワ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 、それジャワカレーとか、いや、それジャワティー、そうだよこれも変わんないね、ないと思うな、別に見た目は変わんないね、見た目はそんなに変わんないよ、うん、いただいてみます、いただきます、甘くなったんじゃない、甘いね、甘いよね、やばい甘い、なんでだろうね、これはまろやかになったって、ね、いや、本当に本当に、ね、これはこれで美味しいと思う、今日作りたてのが粉っぽかったわけじゃないけど、うんうん、ザラザラ感も抜けた気がする、あ、そうそうそう、うわ、これ食べやすい、食べやすいね、なんかさ、味もそんな濃くないしさ、うん、これはいいわ、いいね、確かにさっき言った爽やかさとかの部分はそのやっぱ今日の方が多いから、うんうん、これはそれこそ好みかもしれない、そうだね、やっぱ2日目の方が好きかな、うんうんうん、バーモントにちょっと近寄った感じがするね、そう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 、食べた瞬間のちょっと甘さを感じたよね、うんうん、これは結構違いますね、うん、でもやっぱ薄いって感じじゃなかった、そうだね、バーモントとは違うレーザーですね、いや、あの市販のルーで暫定王者という、はい、暫定王者、はい、俺たちが思ってなかった以上のこのバカ売れをしてしまっているTO21 ハイグレードカレールあんなに具材シンプルなのに、ね、濃度が濃度が違うね、なんか黒いしやっぱりそもそも、はい、すごい全然違う、魚でも入ってんのかっていう、なんかこの旨味の本格カレー、すごい100時間ぐらいかけたようなカレーの牛肉店ビーフシチューみたい、うんうん、牛肉だしね、牛肉だし、うん、まあ、でもやっぱり本格的すぎてこっちの方がいいよねっていう人もたくさんいると思う、分かるな知らない味なんだよな、うんうんうん、確かに確かに、いつも家で食べてるのはやっぱり俺は、俺はバーモントだったよね、だからバーモントが食べやすいんだけど、新鮮な味とかじゃなくてもただあのハイグレードカレールーの力を改めて感じてる、まあ、でもやっぱりスパイスのさ、さっきのジャワカレーみたいなスパイスのこの鮮烈な風味がちょっとあるよね、こんなにものの30分ぐらいで作ったじゃないですか、うん、普通に喋りながら作ったのに、肉にも玉ねぎにもめっちゃ味するし、これこそ3日ぐらい前に作ったでしょっていう感じの味だよね、本当にそう100時間煮込んだみたいなんだけど、だからこれがどうなっちゃうのかっていう話、そうですね、玉ねぎなくなってるね、ふわふわ感が出て、うん、あの柔らかくなってね、うんうんうん、冷ましてる間もちょっとずつ火が入っていくから、はい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 、加熱の時間は長くなってるはずなんだよね、はいはい、行ってみましょう、一晩寝かしたハイグレードカレール、あー、これもこれ系ですかね、うん、でもまろやかにはなってるね、そうですね、まろやかにもなってる、あのスパイスの鮮烈な風味みたいのは確実に薄くなってて、これもやっぱり起伏のない味になってる感じがするね、うん、そうだね、せっかくこれ食べるなら俺はでもやっぱり作りたての方がいいかもね、美味しいけどね、ちょっと物足りないかも、なんかちょっと足したい、うん、ね、これだったらそのガラムマサラ足したり、うん、そうそうそう、そういう感じ、スパイス感がちょっと薄れたガラムマサラ足したり、ちょっとバターピッて足したりしたいから、これまたさ、うん、アレンジをする余地が残ってるし、このまま多分お店で出されてるお店はほとんどないから、うんうん、何かしたら、うんうん、こっちの方が良くなる可能性あるよね、スパイス足したり、大いにある、具材を足したりしてたら、うんうん、違うのかもしれない、肉は鶏肉はこれ一晩寝かせたやつ結構美味しかったよね、ほぐれてね、肉はね、うん、ちょっと前かったかもしれない、うん、そう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 、ビーフとポークはやっぱりちょっと味がなんかなくなってた感じがする、 うん、その肉自体のね、まあ一晩寝かせたカレーと作りたてのカレー変わらないねっていうことにはなんなかったね、変わらないね、違うね、全然ね、明らかに違う、うん、良くなったか悪くなったかともかく、うん、全然違うですね、うんうん、ルーとかその商品の特性によって全然変わり方も違うから、うんうん、何でもかんでも置いた方がいいわけじゃねえってことだね、いや、そうだね、俺はね、うん、この中でこの 6種類の中での優勝をどっちから
のよ。あの作りたてバーモントか、作りたてバーモントか作りたてハイグレード。でも親しみが勝ってしまうよ。ああなるほどね。じゃあ室崎さんの本日の優勝は作りたてバーモントカレー辛口に決定しました。具いっぱい入ってるしな。そうだ、いや北海道カレーなのよ。豚肉だし。具いっぱい入ってる。はい、そうなんですよ。具いっぱい一番これが具入ってるし、僕の知ってるカレーに近かったからね。こうですね。ああそうだね。そうジャワカレー甘口は一晩寝かせた方が美味しかったと思う。だから皆さんの使ってるお家のにも違うかもしれないです、ね。いやそうだね。お兄さんはどれが一番好きでした？いやー難しいな。やっぱり作りたてハイグレードカレールーが圧倒的俺の好みでね。はいはい、ただ新しい発見というか、あこれいいなみたいな、ちょっとお店で出す料理に取り入れたいなって思ったのはやっぱり一晩寝かせたジャワカレー。なるほど。いやー面白いですね。面白いですね。違うもんだね。違うもんだわ。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや興味深い結果になりましたね。そうですね、やっぱ3個やっといてよかったな。あー3個やってよかったね。バーモントだけやってたら寝かさない方が絶対にねで終わっちゃってたわ。言ってた言ってた、うん、でもやっぱそれぞれ変化が違うから、うん、得て増えてがあるよってことですね。いやそうだね。だしあの肉の違いもやっぱりあったよね。豚鶏、うん、牛とね、鶏は寝かせてもいいかなって思った俺。そうですね。で、うん、豚はやっぱちょっと硬くなっちゃったかなっていうところもあるし、牛はまあ一晩寝かした方が肉自体の味は出てたよね、うん、外にね、うん、そういう違いもあったし非常に面白かったです。だし今思い出してもスパイスから作った欧風カレーは圧倒的に寝かした方が良かったなとも思う、はいはい、今回の結論としてはわざわざ寝かすことはないかなって感じ。あ そうですね、うん、もうあのメーカーさんの努力で、うん、いやそうだね、そこまで達成していただいてるから、うんうん、要するに箱の裏通りに作ったら寝かさないわけですよね。あそうだね、うん、そうだからもっといっぱい具材入れたりしたら分かんないし、はい、いやそれこそいろんなスパイス入れたり蜂蜜とか入れたらまた違うかもしれないから、それはねあのこういう風な時は、はいはい、いや寝かした方が美味しかったですとか、僕も言えなかったんですけど1日目の方が美味しいと思ってましたとか、はいはいはい、そういうコメントをねぜひあのお寄せいただきたい。なんか言えない、そう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 、言えない雰囲気あるよね。あるあるある。なんか言ったらさなんか嫌なやつみたいになるじゃん。そうだね。料理はね単純にねもう正解を見つければいいわけじゃないから、自分の中での幸せを見つけるのが料理っていうもんだから。しかもね別にね、はい、あの2日目3日目のカレーだってね、うん、食べれないような変な味だったわけじゃないから、混然一体感もあるやっぱり。あそうそうそう、そうただいろんな味が尖らなくなったから、うんうんうん、なんだかこうちょっとぼやけたような特徴のない雰囲気になるかもしれないっていう感じだね。それこそさ、うん、カレーの翌日はカレーうどんってよくありますけど、うん、あなんかねスープにするならそうかも。だってカレーうどんこんなさ鮮烈な味したらちょっとやだもんね。そう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 、うん、使い方にしないっていうのね。それってそういうことなのかもね。あるかもしれない。蕎麦屋さんとかのカレーはさ、うん、結構なんか寝かしたとか聞くけど、いやなんか、ね、そうかもしれない。あるかもしれないね、うん、いや面白かったです、うん、ということでココロチャンネルではですねカレーの何をなぜを究明していくチャンネルです。そんなことねそういうチャンネルでもあります。だからねみんなねルー大西にこれを検証してくださいっていうねご意見たくさんお寄せください。よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ1、2、3、したっけ。ココロウェブオンラインレシピでは作り方だけを短くまとめた動画を公開中です。クックパッドでもレシピ公開中。みんなからの作レポ楽しみにしてます。オンラインサロンもお待ちしています。オンラインサロンもお待ちしています。こんなにカレー食えるってそうだあのカレーの撮影の時嬉しそうすぎるんだよ室崎さんもねその伝説を信じて一晩火にかけたらいいと勘違いして家を火事にしそうになったことがありますね。一晩煮込んだらいいっていう風に思って、うんうん、一晩煮込むってことは、うん、弱火で置いといていいと思ったんですよ、うんうん、で2時間後ぐらい見たら、うん、この世の終わりみたいな真っ黒いダークマターみたいな存在になっててもうね怖かったから、ねはい